対立が深まる中、日本政府はアメリカなど G7 各国と足並みを揃えて制裁に踏み切りましたが、北方領土問題を抱えてロシアとも友好関係を維持したいというジレンマに陥っています。そうした中、安倍総理大臣は今日、追加制裁の検討を明言しました。中継です。安倍総理はロシアに対して厳しい姿勢を示しましたが、民間ではこちらのホテルで両国の経済関係を深めようと投資フォーラムが開催されています。経済制裁で例えば我々の仕事の案件がストップしてしまうとか、もちろん懸念はありますけれどもね、ウクライナっていうことをどうしていくかっていうことに原点に立ち返って各国考えていけば解決できる問題だと。参加者からは経済への深刻な影響はないだろうという声が聞かれましたが、クリミア情勢の煽りを受けて日ロともに閣僚の出席は取りやめとなりました。一方、安倍総理は先ほど、力による現状変更の試みは看過できないとしてロシアへの追加制裁を検討していることを明らかにしました。ウクライナの統一性、主権及び領土の一体性を侵害するものであり、これを非難いたします。ロシアに対しさらなる措置を検討していく。また安倍総理は来週オランダで行われる核セキュリティサミットの機会を利用して G7 首脳でロシアへの対応を話し合う意向も表明しました。政府内では今週中にも追加制裁を行うことを検討していますが、安倍総理とプーチン大統領の良好な関係もあり、制裁の内容も含めて厳しい判断を迫られることになります。